ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はシナ97やっていきたいと思います。こちらのゲームですね、アーリーアクセス版、そして製品版ですね、昨日クリアをしました。どちらもね、楽しくやらせてもらったんですが、製品版になってスコアボードっていうのが出るようになりましたね。で、クマコが前回、1ランク下がってるね。4位だったのが5位になってますね。2時間6分。で、結構差があって、がっつり30分以内ぐらいでクリアして世界一になってみましょうというのが今回の動画です。まあやってみましょうね。ミディアムでいいかな。こちらのゲームですね。グラニー風と言った方がいいかな。アイテムを集めながら、脱出を目指すと。で、今回このゲームに関しては、父が狂ってって、チェーンソーマンになるんですね。なので、そっから早く逃げましょうと、いうのが、今回の目的です。と。これでカーキー、オッケー。いけたねー。世界ランク1位。1位の熊岡になれるな。バイなら。オッケー。バイなら。よし。いけましたね。エスケープ。22分33秒。これ、オールエビデンス。あ、何？オールエビデンスじゃないと。リーダーボードに反映されないの？そういうこと？ミス中のミスじゃん。そうか。なるほどな。俺は22分33秒48は出るわな。そういうことですな。じゃあ。やるしかねえ。さあ、始まりました。第2回戦。いやー、そういうことか。エビデンスね。エビデンス、欲しいのね。わかりました。そうなると、ちょっと22分、さっきね、言ったけど、ちょっと無理かもしれんな。もうちょっと時間かかるわ。コンピューター作るのに、わりかし時間かかるので。で、セーフルームでしょ？あ、ホック。2階行こうか。あ、ちょっと待って。これは運悪しだね。出花くじかれまくり。ワイヤーカッター。まあ取れるか。あ、ソルトだ。なるほどな。ソルトか。まあ、いいか。2回いっちゃいましょう。ホックと、ディスクもあるな。セーフルーム開けてきちゃうか。よいしょ。電池とセーブゲーム。ホックもういらんな。
よし。ローと、これ持って、もうつけいっちゃう、パソコン。ここないね。紙だけだ。で、刺して。あ、こっちか。ここにはないね。なし。電池のみ。あ、パワーサプライつけちゃおうか。なるほどな。結構もう。フロッピーって、あ、出てきた。OK。これ証拠だね。エビデンスっちゅうやつです。まずいねぇ。オーメント、いただき。やばい。セーフルーム行っちゃおうか。そうだな。下行きたいんだよね。行きたいので、地下行こう。オーメント。あ、ここもまだ見てなかったね、そういえば。とりあえずワイヤーカッターしに行くか。まだ5分か。いやでもここでパソコンができてんのでかいな。ハンマー。あとは？オーメントか。このまま、あーでもな、いけるか。いるじゃなーい。結構不意打ちが多いな。ソルトが食堂ってのを覚えておかないといけないね。で、2階のハンマーいただいて。ストレージな。地下行くか。ストレージキーがあり。
バッテリーがないな。あ、でもこれがある。あ、バッテリーあるわ。オッケーオッケー。上持ってっか。ガレージの前に。ふう。置いとくか。あれ？ああ。あとは油も欲しいよね。ガレージキー。何がある？クランク、ジェリー缶、こっちか。でタイヤが手に入るので、来てるな。一回隠れるか。タイヤ持ってこよう。タイヤ、タイヤ、あれ？まあいいか。こっちか。あー、いっぱいか。ちょっと待って。バール上に行けるもんな。あ、でも下のバールもやっとくか。完全忘れとった。ここは、あ、バルブ。2224。2回行くか。よし。あ、バルブもあんのか。これ確か上だよね。バルブもやると証拠が取れるかな、確か。12分か、30分の壁なかなかだな。
マのぬいぐるみ。ほんで、下か。いるんかい。バルビコ。もう開いてるよね、確かね。OK。バルブやって、証拠取って。あ、バーラもいらんね。まだ大丈夫。あ、でもプラグがねえな。そういえば。地下まだ探してないもんね。あるよね。あるよね。オッケー。オーメントはもう置いてこよう。いましたね。さあ、オーメントを置いて、これで2個揃ったので、でプラグとタイヤ、バッテリーは OK だから、あとキーだな。プラグも入れてこようか。あとは教会にまだ行けてないんだよな。教会行きましょう。さて、証拠、証拠、あとはやば、今ね動けないんです。ありがとう、活性化してくれて。食取っちゃおう。あと下の証拠だけか。バッテリー OK で、ナイフ OK、 回復ソース欲しいな。16、やば。体力なしを。んでだ、ナイフで、かっきり。下に多分ね、回復あるわ。下にいた。あ、そうか。あれがねえや。
まだ電源がついてねえんだ。あれどこだ。電池こんなところに。あでソルトな。ベンチか。でも屋根裏行った。走ってたね。走れい走れい。ベンチ散策するか。でも屋根裏行ってるでしょ。ここも行ったでしょ。下はいいなぁ、別に。押したでしょ。19分。そうか、電源か。ボードがどっかにあるはず。なんだか引き出し開けてないとこあるか。なんかパワーサプライなんかわからんようなねのが多いんだよな。あ、回復すればよかった。いただきます。いや、ボードどこだ。パソコンの部屋にはなかった。セーフルームない。2階の、あそこら辺は全部見たけどな。地下も見てるはずだぞ。いや、見落としがあるんだよな、こういう時ね。フラグがあった部屋には絶対ないもんな。あとどこだ。ここら辺か。あった。あそこにもあるんだ。早く行ってくれ。地下行ったか。いるな。さあ。キー。キー。オッケー。下から行くか。
一回ドロップして、はい、いいですね。あれ？レフトか。さあ、塩も持っているのでタイミングよく。ガオー。よし、タコ中に塩だ。塩もみしてやろう。いや、わりかしん、ああ、ぶれ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 。おぶねー。これで証拠が5つ揃ってるので、そのランキング、レコードに入ってくる、タイムですね。まあ、乗せられるというところですか。で、あとは、鍵持ってるので、タッチダウンすれば、そう変わらんかったな。さっきと。その証拠を集めてもっと時間かかるかなと思ったけど。そうでもなかった。約10分弱か。約10分弱縮めることができたかな。OK。これで、いける、のでは。You escaped。おー、来ましたね。さっきここに出なかったけど、いきますよ。ドゥルン。リーダーボードタイム、エントリー。じゃじゃん。いや、いいですね。気持ちがいい。そして5位の記録はなくなるんだ。なるほど。ということで、今回シナー97ですね、昨日に引き続きやらせていただきました。まあ2回分やっちゃったけど、今回は24分35秒429ということで、世界で一番早くクリアをした人として名が刻まれました。はい。まあ、幻の22分っていうのもあったんだけど幻だね、あれは。ただの参考記録にしかならないけどね。うん、ただそこに対して、証拠を集めたからといって、集めなかったからといって、めちゃくちゃタイムが短くできるかって言われたら、多分、クモカ的には結構行き来しなきゃいけないから大変かなと。まあ、行けて20分ぐらいなんじゃないかな。縮めれてね。はい、運要素もあると思いますけれども、その時の状況を考えながら脱出をするというね、ゲームです。シナ97、ストーリーの方もね、本編というか一番最初にいた時のね、クリア動画の方には、いろいろメモを読んだものもありますのでね、ぜひそちらも見てみてください。ということで、シナ97、これにてでいいんじゃないでしょうか。終わりたいと思います。皆さん、良き夜をお過ごしください。